はい、皆さんこんにちは。今日は新潟県にある、燕三条駅に来ております。今日は月末、東京都内出張です。東京都内出張、新型コロナウイルスの影響で5ヶ月ぶりです。最後に行ったのは1月の月末で、それは動画載ってると思いますけども、あの時一応、ね、年始のご挨拶でマスクを持っていきました。その時の動画映してないですけども、まあ映像残ってたら映してここで映してみたいと思います。まあ田舎で買い占めってわけじゃないですけどもね、取引先の方具合悪くなっちゃうと私売り上げ減って私危機になっちゃいますんでね、一応5年生の挨拶代わりに持ってまいりました。あまりちょっと東京出張行きたくないんですけども、仕方ない、売り上げ全然ないんで行くしかないんで、これから行ってみます。ヒットマッチ警察の本メンバーです。いやー、5ヶ月ぶりの東京出張で新幹線 E チケット乗ってました。初めて E チケットで乗ってみましたけど便利でした。いやー、今日は東京雨ですね。ドライバーさん、このコロナとか怖くないですか？新型。ああ、全然私、はい、もう慣れました。いや、慣れたとかそういった問題じゃなくて、気にすると仕事できなくて。そうですね。私の仲間でも、なんて言いますか、ほら、タクシー密室ですから、はい、ずっと休んでるやついますけど、そんなずっと休んでたら飯食えないですよね。ですから、もう、なるべく気にしないようにしてますね。皆さんこんにちは。新型コロナの影響で5ヶ月ぶりの東京都内出張でした。仕事全然ありませんでした。残念感じです。最悪です。これからじゃあ帰りましょう。はい、出発点の新潟県燕三条駅に戻ってきました。
一応無事に戻ってきましたけれども、これから14日間が心配です。心霊スポットよりもちょっとね怖いって感じがしますけども、そこに住んでる人もいますんで、そういうこと言うと怒られます。あとチャンネル登録者数が最近だんだん減ってきてますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日はこれで終わります。じゃあまた、バイバイ。